部隊は動けるもので再編成し、4部隊が出撃可能です。いつでもご命令を。あの戦闘で部隊は半数近くに、皆死に急いでいる。姫、あの時は危なかったですな。黒い剣士は影のような悪魔の姿と聞きましたが、わしには人間のように見えました。なぜ姫を助けたのでしょうね。なんだ、グリゼルダが死んだのはあいつの進軍が早すぎたからだ。わしが間に合わなかったせいではないぞ。ブリガン将軍、我が国の英雄と呼ばれる男だが、お父様が許すのはいいことに、最近はやりたい放題をしていると聞く。妖精の女王、あの小悪女め、ドラゴンを呼び寄せたらしいぞ。そんな恐ろしいもの、あの女こそ本当の妖魔じゃ。おお、姫君、お教えせねば。その槍はサイファーという魔法の武器じゃ。我らドワーフが魔石を原料に技術の全てを注ぎお作りしたもの。保存という魔素を吸収し、一気に放つ力を持っておる。必ずやあなた様に勝利をもたらしてくれましょうぞ。これは姫様、その槍の切っ先の奇跡は冥界にある魔石です。ご存知かな。危険を冒して魔石を手に入れることができるのは、冥界を行き来できる偉大な魔法使いオーダイン王だけじゃ。魔石をいくらでも作り出せるあの結晶炉を手に入れれば、我が国に敵はなくなりましょう。グエンドリン様、グリゼルダ様のこと残念です。どうかお心を強くお持ちください。ミリス、ありがとう。後でお部屋にお茶をお持ちいたしますわ。出入りさせてもらっている旅の行商人でございます。何かご入り用のものはありませんか。姉様、戦いに出るのね。父の愛を得るために。いいえ、王国と誇りのために行くのです。たとえ戦場に散ろうとも、この国のものなら仕方のない運命。それがあなたを支える言い訳。叶わぬ寵愛を得ようと父へ赴くための。言わせておけば。私は影帽子。私があなたの真実の心。生まれて一度も愛されたことのないかわいそうな私。父のために命を散らしたところで、今までと同じに顧みられはしない。グリゼルダと同じように死ぬるだけ。やめて。この身を捧げてお仕えすれば、お父様はきっと愛してくださるわ。きっと。
兵隊さんに物資を高く売りつけれても、こんな戦場で商売するのは命がいくつあっても足りやしない。おっと、お客さんには安くしとくよ。この拠点までは制圧しました。しかし敵軍の守りは予想より強固です。戦線は停滞しています。
Thank you.